Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Yusuf Nugroho. Kita akan melanjutkan petualangan dari Mega Man X8. Langsung saja kita game-nya. お疲れ様です。 ゼロさん。 お。 あ、ひどいです。 ゼロさん、 忘れてましたね。 私はパレット、 こっちはレイヤー。二人ともアトラシク配属された。ナビゲーターですよ。もうちゃんと覚えてくれないと。レイヤーなんてゼロさんに言いたいこともあるからってわざわざ待ってたんですよ。ねレイヤー。ああ、すまなかったな。それで、あの調べてみましたが、 ヤコブ管理官ルミネの転送ルートは特定できませんでした。いえ、あの、それだけです。そうか。<笑>イレギュラーの連中が何を企もうと切り進めばすぐ話。任せておけ。行くぞ。 任せておけ。お前の番だ。了解。
任せたらやるしかないのだ。軌道エレベーターヤコブの人間か案ずるな。軌道エレベーターは我々にとっても重要だ。イレギュラーには過ぎたおもちゃだ。いいぞゼロ、せっかくこうして遊びに来てやったんだ。検証法お前の番だ。
わあ、渋いのが来たね。俺のことを知ってんならもっと怖がったらどうなんだ、イレギュラー。俺たち新世代型レプリロイドはイレギュラー化しないように作られてるって話だよ。当てにならんな。現に貴様はイレギュラー。はい、所詮はあんたも古い世代のレプリロイドだね。手強い相手だったな。